勝也。それどういうこと？おそらくその手紙は真島さんと勝也が黒沢の計画に仕掛けたトラップ。本来殺されるはずだった真島さんがその情報、それを見定めるための。そして誰だったんだ？勝也が会長を務める近江連合直参、それに俺をわざと煽って遥ちゃん、あの黒沢が真島さんの手紙を追っていた人間だ。金井て大吾を撃ったあの男か。自分、あい、だが実際は遥ちゃんの身、きっとさ、いや、おそらくパクさんも自分の身に危険が。だからもしもの。でもなぜそこまで分かっていてパクは東条会と近江連合の構想と。それが可能。多分パクさんは死ぬまで生きる世界も違う。いくら愛していても。だがそれでも、だから勝也を通じて真島さん孤独だ。キリュウ、パクさんと真島さん、勝也。しかしそれにしてもお前、福岡や名古屋。ああ、いや、詳しくな。元プロ野球選手でうちの店の客なの。友達。なあ兄ちゃん、一つ聞いていいか。例えば兄ちゃんやったら、同じ夢を追いかけた仲間が殺された時、夢と復讐どっち取る？復讐ですね、間違いなく。でもそいつが復讐を望んでいないんだとしたら、夢を取ります。そいつの夢も叶えるためにね。それが仲間ってもんじゃないですか。悪かったな、いきなり話しかけて。ほな